おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は PS 関連のお話を中心に確認していこう。以前にも何回も言うてるけど、PS 陣営の動きは期待より心配の方が多いな。まあ、ユーザーとしてはそういう気持ちもあるだろうな。今わかる状況からいろいろ考えていきたいな。愚痴少なめでいきたいものですが。逆にこれから盛り上がるとするなら、ここで気になることは全部出しておけ。文句言え。って言われるとそこまで引き出せないのよね。天の弱ではあるな。まあ、どんな流れになるかだがしっかり見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、9月13日より27日まで東京ゲームショーセールが開催となっている。いいぞ。大いに盛り上げてくれ。まずはホグワーツレガシーのデジタルデラックスエディションが 30% オフ。通常版よりお安くなっているのね。このタイミングでデラックス版の反則というところだな。ハリーポッターの世界観が好きな人なら文句なくおすすめできる作品であります。そして、バイオハザード RE4 が初セールとなっており、ここは注目となろう。両リメイク作品だった。今後の RE シリーズにも期待したいわね。体験版もあるので、まずはこちらでお試しもできるしな。後で紹介するが、バイオハザード作品は定期的にセールを実施してくれるので、今、ゲームプレイをする時間がないのであればあえて待つという選択肢も、他のシリーズ作品以上にお財布に優しい。過去作のコスパはいいよな。モンハンライズも 50% オフ。モンハンライズは他のプラットフォームでも基本セール中という印象。サンブレイクの最終アップデートもあり、今からのプレイもありではあろう。コールオブデューティーシリーズでは、モダンウォーフェア2が 50% オフ。今後も PS の収益の柱となるかね。竜が如く維新、極みが 50% オフ。そして、ゲームカタログ入りはしているがキムタクが如くこと。ロストジャッジメントも 57% オフとなっている。今まではジャニーズの権利問題とかで続編が出るのかとか気になっていたけど、ジャニーズ事務所自体があんなことになって、所属タレントである木村拓哉氏の活動自体も心配になってきた。PC 版が出るでないとかのお話していた頃が懐かしいな。さすがにとんでもないことになっているし、一ユーザーとしては今後の数勢は見守るほかないな。そしてフロム作品だと、ダークソウルシリーズが 35% オフとなっている。アーマードコア6の後にプレイすると、しょうがないとハエもっさり感はあるな。そして、1500円以下セール、も開催中だ。さらにお財布に優しい。先ほど言ったようにバイオハザード作品だと、RE2、RE3 のセットが1467円。相変わらず、このセット価格のコスパは最強クラス。作品の評価としても問題ないしな。RE3 のボリュームの少なさはちと気になるけどね。単品でもセール中だが、セット購入の方がかなりお得ではある。セガ作品だと、先ほど紹介したロストジャッジメントの前作となるジャッジアイズもセール中。ゲームカタログでも遊べます。竜が如くシリーズも大幅値下げとなっている。ゲームカタログから外れる可能性もあるから、気長にやり込みたいなら、購入も検討しないといけないわね。ゲームカタログのお話も後でしていこう。他にもセール対象作品は多いので、ストアページのリンクは概要欄に貼っておこう。そして、今後 PS で発売されるゲームソフトの情報を発信する番組の、ステートオブプレイ、もおそらく9月12は放送となると思う。昨年は9月14日だったわね。昨年紹介されたけど、まだ発売日も決まっていない対策たちも多い。感染症の影響やらあったとはいえ、対策に偏るとそういうことにもなるって話だな。気になる作品たちの続報というのも、そろそろあるだろうと思うがな。PS5 独占タイトルなら10月にスパイダーマン2となるな。ハードは違えど、マリオと同じ発売日。配管工 VS 雲男。こんな直接対決なかなか見れないわよ。ゲーム知らん人には意味のわからん戦いやな。他にはマルチ作品ではあるが、直近では発売が迫るダークな世界観でピノキオが活躍するソウルライクアクションのライズオブ P。アサシンクリードミラージュは10月12日発売予定。11月には竜が如くセブンガイデンにスターオーシャンセカンドストーリー。ペルソナ5タクティカも登場となるな。10月、11月の渋滞具合がすごいな。ペルソナ5タクティカとスーパーマリオ RPG も発売日一緒や。ゲーマー的には忙しい時期となるな。それにお財布にも負担がある。ここで心配というのがある。
なんとなく想像つくけど続けてくれ。ピノキオのソウルライクアクションのライズオブピーもデモ版が楽しかったので、早めにプレイはしたいし、ペルソナ5タクティカもシリーズファンとして見逃せない。少なくともこの2作品はゲーパス対応なのよね。注目の新作が出れば出るほど、ゲーパスの相対的価値が高まるな。その流れがこの秋以降より顕著になっているな。PS での購入はお財布に優しくないぞ。Nintendo Switch も対応している作品だと、携帯性も考慮するけど、そのあたりのアドバンテージがないのが、PS5 ユーザーとしては歯がゆい。今に始まった問題ではないがな。そこをどうか穴開けてくれるかということだが。PS プラスも値上げになって、厳しさはさらに増している。なんだかんだ愚痴多めになってきたな。霊夢の誘引が下がるかどうかだが、今後のゲームカタログ入りする作品の予定は豪華だ。ほうほう。まだ動画編集時ではリークとはなるが、過去に何度も正しい情報を出しているリーカーのものなので、ほぼほぼというところだ。ミーアレプリカント、スターオーシャン6、13機兵防衛剣、シドマイヤーズシバライゼーション6、スナイパーゴーストウォーリアーコントラクト2、アンパッキング、以上6作品が北米及びヨーロッパ向けの情報として出ている。とはいえ、国内メーカーの作品については日本向けにも追加となるだろう。スターオーシャン6は1年経たずにゲームカタログ入りで注目ね。他にも評価の高い作品のラインナップとなる。今回の PS プラスの値上げで高品質のゲームを提供できると説明されていた。ゲームカタログがないエッセンシャルプランの値上げに苦言を示す人もいたけどね。エッセンシャルより上位のプランの方がおすすめですよ。としたい思惑はあるかもしれん。その方式にするなら、さらにサービス拡充を求めることになるぞ。本来なら、オンラインプレイやクラウドセーブとかだけのシンプルプランも欲しいところだけどね。ニーズに沿わない上位プランへの誘導は、顧客の反感買うわよ。お金が絡んだこと言わせると、ほんまに止まらんな。まあ、霊夢の言い分も一理ある。一時ゲームカタログ追加が豪華になっただけでは不安しかない。10月以降の動きも注目とはなるな。そして、プレミアム会員としてのお願い。何度も言っているけど、クラシックカタログの充実。これに尽きるわよ。そちらも正式な発表を待ちたいところだな。ここからは推測もあるが、値上げについては会員数が減ったという可能性もなくはない。決算報告では直近の会員数は報告がなかった。この手のサブスクサービスで会員数が減るって致命的やぞ。決して楽な状況ではないんだろうな。去年にここまで心配になる状況になるとは思わんかった。何度も言うとるが、その心配を払拭してほしいんだがな。美少女アクション対策のステラブレードは今年発売予定ではある。この作品の詳細な情報は近々来ると思う。PS5 独占タイトルなんだよな。癖は強そうだから、どれほどの盛り上がりとなるかね。PS5 独占タイトルだと、光栄テクモのライズオブザ・ローニンも、そろそろ続報が欲しいところだな。期待はしているけど、果たして、って感じね。個人的には、ステートオブプレイ、があるにしても、あんまり多くの作品が1年以上待つ作品であるなら、そこまでの興奮はないかもしれない。直近でワクワクしたいものだし、世界で商売するというグローバルさが、別に日本に限った話じゃないが、親しみを薄めているかもしれん。八方美人でどうにかできるフェーズではありませんよ。とはいえ、ファイナルファンタジー7リバースの続報は気になる。あるなら、このタイミングだろうしな。スクエニ作品は発売未定の作品の渋滞が半端ないからね。キングダムハーツ4はファイナルファンタジー7リバースが無事発売されたら、さすがに情報いただけると幸いです。なかなかそっちは厳しそうだけどな。個人的にはジョン、カビラ氏のナレーションで、興味深い情報をお届けしてくださいな。ああいう情報発信番組はナレーションも大事だよな。ほぼ後半愚痴ではありましたが、PS5 ユーザーである私が愚痴言わなくなった時が、終わりの時であります。その時が訪れることがないことを祈りながら、今回は締めよう。さすがに今回 PS 中心のお話だったが、他でもいろんな動きがあるので、そちらも早めに動画にするのでよろしくだ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。つい、日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。